かかわらずね、非常に確率が高いですよね。はい、さあここピックアンドロールから正面からのミドルシュート、さあ速いパスサイドに渡る、テイクを入れてからのダンク。かつては社会人の九州電力に所属していました。セバスチャンサイズスリーポイント、その差8点、速いパスサイズに渡る、再びバスケットカウント。杉山2番サイズに対しては川崎の22番にパジーカスです。インサイドでのマッチアップ、強いですね。強さを見せつけていきました。パワープレイいきましたね、はい、ここで右サイドで、ね、コーナーで待ってたんですけどね。もう一度山内、レンドラメにパスをしてゴールした、うん、これは綺麗に決まりました。サイズです。さあベンドラメからサイズのシュート、いやいいですよ、ベンドラメ。逆に渋谷はここはしっかりと形を作りたいところです。サイズに通る、決まる。得られた時にしっかりと自分たちのバスケットで得点をできるってことがすごく大きいですよね。はい、形がありました渋谷です。これぞ五十嵐の真骨頂というプレー。インサイドサイズ、ここは決めています。ただ大きな大きなダンクになりました。ベンドラメインサイド、ここはサイズが決めていきます。アブンガ選手の力が大きいということでしょうね、はい、ベンドラメ入っていきます。サイズのコーナースリー、いやー、まあ、今練習してるらしいですよね、スリーポイント時間が、難しくなるよね。サイズのトップからのジャンプ、来ましたね。あ、時計が進んでいきます。ベンドラメのドライブ、そしてサイズ、サイズバスケット。あ、これまた広瀬選手出てきますね、はい、さあ今日復帰戦の広瀬健太入ります。あ、京都はついにマブンガを下げました。9対14、まずはこの第2クォーターポイントを奪っていきましたアルバルク東京です。ベンドラメ、ベンドラメから最後は中でサイズに合わせていきました。残り時間1分を切りました。さあいいプレーを出せるかどうか渋谷。ベンドラメ、ベンドラメからサイズに合わせていきました。失礼、アルバルク東京ですね、はい、アルバルク東京が後半最後のタイムアウトを取りました。まあここら辺が、まあ、リードをしている渋谷。サイズ決まります。まずサイズが決めました。いいですね、今のもベトナム選手の。やはりここは渋谷しっかりと時間を使うのか。ボールを回して最後はサイズが決めます。いや今日2本目ですね、アウトサイド、はい、ジャクソンも前回の対戦のゲーム2ではスターターで13ポイント13リバウンドのダブルダブルを達成した対東京です。いや外のシュートがそんなサイズです。関はサイズに入って、うわ、ハイローの合わせ、差が広がっていきます。このハイロー、インサイド、サイズにボールが通った。いや、よくキャッチしましたね、サイズ崩しましたけれど。ベンドラメレオです。ベンドラメサイズのスリー、入れ替えしましたね。選手いいですね、展開いいです。今度はデンドラメ、そしてサイズフェイクを入れて片手で押し込んでいきました。まずはどういう展開で、このガードサイズがセンターから行きました。いやー、このサイズさすがですよね。デンドラメレオのミスマッチ、スイングに行った。まだショットロック2秒、あの距離入るんですよね。そしてデンドラメ右に広瀬、デンドラメ、デンドラメは戻してナイスパスだ、タイムアウトですね、はい、ブレイクでやっぱりそこで近づくと嫌ですからね、はい、そしてまたナイスパスでした。今のいいパスでしたね、はい、ベンドラメをどうするか。サイズ、サイズペリメーターからのシュート、ファウル、あっとエンドバン、ここでフィークス5ファウルで
ベンドラメが中に入ってからのセバスチャンサイズ